写真拡大。ロッテの新外国人、レオネス・マーティン外野手、31、189センチ、91キロ、右投げ、左打ちが26日、楽天12回戦、ZOZO マリンの試合前に、同球場内で入団会見を行った。日本でプレーできることを楽しみにしていたので、こういった機会をいただいて感謝している。チームのためにプレーすることを一番に考え、CS 出場できるように全力を尽くしたい。ロッテのファンは熱いと聞いているので、がっかりさせないようにしたい。今季途中まで米大リーグインディアンスでプレー。米通算58本塁打、126盗塁を誇る俊足強打の助っ人に、松本球団本部長も、キューバ出身の選手はとにかく真面目で、早い段階で日本の野球にも順応できると期待を寄せた。背番号は同じキューバ出身で、米大リーグホワイトソックスの主砲、ホセ・アブレイナン野手と同じ79を選んだ。ロッテでもプレーした、キューバ出身のソフトバンクデスパイネラと現在も連絡を取り合っているという。練習を見守った井口監督も、バットの出方もスムーズで、あんまり苦しむことはないのではと評価。一軍合流、即スタメンを明言した。二軍などで日本での実戦経験を積まず、ぶっつけデビューを飾るマーティンは、覚えたての日本語で、頑張りマーティン。と意気込んだ。